決勝進出一組目はエントリーナンバー1番石原翔三渋谷東子組。いつもよりいい成績をいただいていてとてもハッピーに踊れてます。残れたらいいなと。同じく残ったら頑張って踊りたいと思います。 Start with the tango. 1種目目はタンゴの総競技です。石原組ですね、はい、初めての決勝進出です。非常にいい運動能力とダンスの感性を持ったですね、将来有望なカップルの一組ですね。今規定フィギュアを中心にご覧いただいているわけなんですけれども、この最初の1種目目というのはやはり緊張するんですか？緊張しますね。特にこのような規定フィギュアとなりますとですね、やはりフットワークが気になったりタイミングが気になったりですね。ことばかりが。こんばんは。今日は、タンゴのサイドの動きの、練習の仕方を、クローズドプロムナードを使って、行いたいと思います。まずプロムナードポジションに立ちます。そうしまして、女性にですね、脇のところを、持っていただきまして、進行方向と反対の方向に押していただきます。どうしてもタンゴのプロムナードを行いますと足が先行しすぎて体がバックバランスになる傾向があります。ですからこの手で押されたところを抵抗するようにして足と体が一緒に進むようにこのように踊ってください。それで1歩目から2歩目のところもどうしても足が先行しますとバックバランスになって回転しすぎてどうしても踊りづらくなります。この2歩目を出す時もこの体が一緒に先行するようにしてその足の上に体が乗るように行ってください。向きを変えてもらいたいと思います。今度はですね、女性が、肘反対の右の肘を引っ張るようにしてそれで抵抗して進むようにしてみたいと思います。これも同じように体と足が一緒に進むように行ってください。どうしてもその抵抗に負けますとこのようにバックバランスになる傾向があります。このように体と足が一緒に進むようにサイドへ踊ってください。以上です。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。そうですね、タンゴにはカニの横歩きみたいにね、タンゴ独特の横へ移動するステップがありますね。ですからそういう場合でも非常に支え足を強く使って体を送り出すということですね。はい、ですから先ほどの女性が押さえたりね、あるいは引っ張ったりした抵抗に負けないぐらいね、足に力を入れて運ぶということですね。大変わかりやすい理論で皆さんしっかり勉強していただきたいと思います。